おはいばーん、絵描き寄生植物の出番真っ白です。今回は久しぶりに AI で遊んでいきたいと思います。今回使うのはこちらのダリーくんです。ダリーでいいのかな、読み方。ダリーくん何者かと言いますと、 OpenAI が開発したテキストから画像を生成するという AI モデルになります。前にもね、ウォンボというアプリで似た AI で遊んでみたことがあるんですが、それよりもね、これはものとこう自由度が高くて精度も良いというものですね。なんかね、何やら社会的経済的影響を与える可能性があるっていう風にも言われている、何やらすごいやつです。ありえないシチュエーションの画像とかもね、かなりねいい感じに作ってくれます。例えばこれ、ゴッホの代表作醤油ラーメンというテキストを入力するとこんな感じ、その内容に沿った画像を生成してくれます。これですよ、これがゴッホが描いた醤油ラーメン。テイストもね、フォトリアルなものからイラスト風までね、幅広く対応してくれます。こちらはですね、日本の浮世絵風に描かれたポケモンバトル、ピカチュウらしきネズミがね戦っている様子が描かれています。だいぶいい感じですよね。なので今回はテキストだけでこのエヴァマシロのファンアート的ビジュアルが描けるかどうか、どこまで近づけることができるのかにチャレンジしていきたいと思います。エヴァはあの葉っぱさえ生えていれば、まあ、みんなエヴァと言えなくもないし、比較的ね VTuber の中ではシンプルなデザインだから結構ねいけるんじゃないかと思うんだよね。来たる大 AI 時代を生き抜くためには、いかにこの AI をねうまく扱えるかというのがとても大事になってくると思うんですよね。どんなお題を AI にパスするか、そういう専門職が生まれてくるんじゃないかなと。まずは傾向をつかむためにちょっと遊んでいきましょうか。せっかくだからちょっと探しても出てこなそうな画像にしましょうか。何しようかな。じゃあね、砂浜に打ち上げられたスパゲッティとかにしましょうか。これで15秒くらい待つと生成されると。で、生成されたのがこちらです。だいぶ、まあ、わあ、パスタ、スパゲッティだよね。シュールだけど、なんか妙なリアリティがありますね。画像を作ったやつを見て、逆にお題を当てるゲームとかしたら盛り上がりそうですね。誰か一緒にやってくれないかな。なんかメカもいけるみたいで、最高にかっこいいリアルな巨大ロボっていう風に入れたら、こんな感じになりました。わかってる人が描くメカですよね。渋い。普通にめちゃめちゃかっこいいし、こんなにこうリアルな描き込みができるっていうのもすごいですよね。前に作ったウォンボの AI で遊んだ時に描いたイラスト、こちらのやつ、これ作れないかやってみましょうか。試しに。テキストは、遠い空に浮かぶエメラルドグリーンの巨大な鉱石をスチームパンク風の美少女が見上げる日本アニメ風イラスト。で、やってみます。ほい。おー、ちょっと繋がったな。繋がりましたね。エンディングとかの画像かな？話の終盤でね、きっとこの子の綺麗なトレードマークのエメラルドグリーンの髪の毛を切らざるを得ないね、描写があるんですよ。その後の話、こう、遠くに消えてゆく鉱山、宝石鉱山を見上げつつ、物思いにふける主人公。エンドロールで流れる画像だわ。こんな感じですね。もうどんな言葉を選ぶかで、ダリ君のポテンシャルを発揮できるかが決まると。エヴァはもう通過になりましたよ、これで。ダリ君完全に理解したわ。ということで、テキスト指示だけでエヴァマシロを書いてもらうことはできるのかチャレンジをやっていきましょう。まずは、傾向を見ましょうか。で、テキストは、頭に双葉を乗せ、茶髪に赤い瞳、日本のアニメーションのような見た目の少女。きます。なるほどね。なんか、赤いな、全体的に。あ、でも頭にこう、タヌキなのかな？タヌキなのかな？変身した後のタヌキの装いですね。なんか赤目、なんだなんだろうな。ちょっとじゃあそこら辺修正していきましょう。テキストは頭に双葉がある日本のアニメ風の少女。髪は茶髪で紫のインナーカラーが入っている。目は赤色で服は紺色の薄いパーカーを着ている。
だいぶ細かく指定しましたけど、こんな細かくて大丈夫かな。お、なんかエヴァっぽくなってきた気がしませんか。この左上の子とかシルエットほぼ一緒やん。なんかどの子もまんべんなくキャラが立ってるな。この右上の子は多分3話くらいで出てくる盗賊のライバルキャラですね。何の3話だよ。すぐ仲間になる感じの子ですよ。性格は結構きつい。見た目もちょっときつめなんだけど、でもそう面倒見がいいはず。そういう見方していくと、他の子も個性があっていいですね。あれかな、葉っぱが赤いのは、みんな同じ組織に属してる証なんですよ。チームカラー的なね。右上の子は3話でこの組織を抜けるんです。でそれぞれなんか特技があって、この左上の子はゲームが得意ですね。あんまり瞬きとかしないから、ちょっと目が充血気味で、まむ口で引きこもりで、あんまりこう喋ったりしない。逆にこう、左下のこの子は、妹ロリー枠でキャンキャン騒ぐタイプです。ツンデレですね。この子も割とちょろめなので、2番目に仲間になります。一番右の子は、唯一の男の子枠ですね。垂れ目がセクシーで、可愛いですね。右上の子のことがきっと好きなんですよ。で、組織を抜けた後もフォローしたりするんだけど、なんかこう許してもらおうとするんだけど、根回しとか、幹部とか、なんか使命とかとの板挟みで苦悩する苦労人キャラです。中間管理職的なね。でね、料理が特にすごい家庭的です。真ん中の下の子は、なんか実質的なリーダーですね。組織の命令を確実にこなす、冷静沈着でクールな子です。きつそうに見えて、猫アレルギーだけど猫がめっちゃ好きみたいな意外な一面も持ってたりします。頬を染めたイラストが SNS にアップされたりするキャラ。真ん中上の子は、ひょうひょうとして、つかみどころがない子ですね。優しそうに見せかけて一番冷酷な判断ができる子です。もうラスボス的なね、存在。でもみんな葉っぱが赤いので、組織の名前は、くれないって言います。ベニとかでくれない。活動内容は、何でも独り占めしちゃうんですよ。困った奴らですよ。ポッキーとか一本ちょうだいって言っても、全然くれない。やめようかな。全然くれないんですね。くれないだけに。何を隠そう、エヴァも昔はね、くれないのメンバーだったんですが、ピノを食べようとしてるときに、この6人に1個ずつ取られてしまって、もうそれっきりですよ。やめたるわ、つってね。今ではもうこの通り、清い心を取り戻しまして、何の動画だっけ。こういうのね、ダメだこれ。永遠に喋り続けてしまう。妄想がね、暴走してしまった。話を戻します。赤っぽいんだよね、全体的に。なので、この葉っぱの色をね、指定したらいいのかな。服も、なんかジップアップのパーカーにできるとか。なんかそこら辺試してみようと思います。テキストは、頭に緑色の束がある日本のアニメ風の少女。髪はショートカット。髪の色は茶色で、内側に紫のインナーカラーが入っている。瞳は赤色と黄色。服は白い T シャツに紺色の薄いジップパーカーを羽織っていると。これどうだ？これでどうだ？噛んだ。おー！かわいい！これとかめっちゃ色使いがいいですね。なんか底知れない闇を抱えてそうな雰囲気がいい。ボーイッシュな感じ。耳出しもいいですね、セクシーに。グリーンとライラックのコントラストがめちゃめちゃ綺麗です。右下のやつの締め切り前だいたいこんな感じになってることあるし、なんかシルエットの再現度も高いですね。ちょっとまた欲が出てきたので、もう少しね、細かくやっていきましょうか。いける気がするな、いける気がする。あー！やった！やりました。もういろんなのを生成したので、部門別にね、良かったやつを5つほど紹介します。まず1つ目、可愛い部門。テキストは、頭頂部から緑色の仕様が生えている日本のアニメ風の可愛い女の子。髪はショートボブカット、髪の色は茶髪、ただし髪の内側は紫色になっている。瞳は赤色、虹色の輪っかが印刷してある白い T シャツの上に紺色の薄いジップアップパーカーを羽織っている。具体的すぎて、こういう指定が来たらちょっと嫌だかも。で、出てきたのが、こちらです。困り眉がめちゃめちゃ可愛くないですか？これめっちゃ可愛いわ。
髪はショートボブカット、ボブではないかもしれないけど、小さい葉っぱがチラッと見えてる感じとか、毛が跳ねてる感じとかが素敵ですね。インナーカラーとかね、目の色とかしれっと無視されたところはまああるんだけど、バランスがすごくいい感じだったので可愛い部門です。惜しいのもあった。これとかね、いいんだけど、鼻から出ちゃったタイプのエヴァとか、これとかもね、虹色ですごい色が綺麗で、しかもこの首のハートがめっちゃエッチっていう。で、続いて、おしゃれ部門です。おしゃれ部門のテキストは、頭から植物が生えた少女が液晶タブレットで絵を描いている。このテキストに対して出されたおしゃれイラストが、こちらです。ドン。なんかね、ノートの記事のヘッダーとかにいそう。記事のタイトルは、絵を描くことで幸せになれる5つの理由みたいな。そういうタイトルのヘッダーの画像。なんか色とかタッチとかがいいよね。不思議な感じがして。何書いてあるんだろうこれ。もうちょっと大きく書いてもいいものですが。続いて、シュール部門。検索ワードがね、実はさっきと一緒なんですよ。こちらになります。一緒に出てくるの怖くない？さっきの。なんかね、不安になるんですよね。情報量が多いというか。画面から出てきた手が、この子の葉っぱを描いたのかな？お前が描かれるんかいという気持ちがありますね。もう怖いですけど、なんか変なストーリーを想像させる感じがとても好きです。続いて、スタイリッシュ部門です。テキストは、頭頂部から2枚の葉を生やした絶世の美女。絶世の美女ですよ。こちらです。じゃん。意味はね、よくわからないんですよ。意味はわからないんですけど、なんかね、かっこいい。ファッションとかなんかコレクションとかで、グリーンとかサスティナブルみたいなテーマで、この人が歩いてきたら、なるほどねって、なるよね。ならないか。実写化されたらこういう感じがいいな。最後に、似てるでしょう。これのテキストはね、ちょっと尖ってますよ。頭から植物が生えている女の子が虫を食べている。出てきたのがこちらになります。可愛いかは、ともかく、本体の形がね、一番ちゃんとしてたんですよ。ちゃんと双葉になってて。口からなんか出てますけど、ね、表情もね、いいんですよね。なんか、虫を見てびっくりしちゃったのかな？でもね、多分虫の方がびっくりしてると思うわ。はい、ということでやっていきました。もうこれはね、無限に遊べますわ。ただね、ファンアートでは全然なかったですね。ファンアートをもらった時の嬉しさとかとは、やっぱり全然違いますね。途中妄想が暴走したりしたけど、想像力みたいなのを刺激するツールとしては、まあ、ウォンボに引き続きかなり興味深いものがありました。ブログのヘッダー画像とかだったらもう簡単にこれで作れちゃいそうですね。ただね、なかなかやっぱ思い通りにいかないこともあって、まあ、そこら辺はコツがいるのかなと思いました。これとかね、マリトッツォにフワットって形のチョコが挟まっている何トッツォを作ろうと思ったんだけど、これね、うまくできなかったりとか、あと水遊びをするピカチュウとか、水遊びをする女の子のイラストとか、最後の晩餐でハンバーガーを食べるおじさん。結構癖があってするけど、言葉を少し変えるだけで結果が良くなったりするのは本当に面白いなと思いました。なんか Google の検索力とかにも通じる何か AI 使いこなし力みたいな能力がね、必要になってくるんじゃないかなと改めて感じました。概要欄にリンクを貼っておくので、気になる宿主はチェックしてみてください。ただね、すぐに使えるものではなくて、登録して順番待ちをすると、そのうち使えるようになります。ということで、今回の動画は以上になります。いやー、AI、すごいね。すごい時代になったもんだ。乗り遅れないようにね、こう、逐一最新技術はチェックしていきたいと思います。それではまた次の動画で。バイバイ。紅のメンバー、やっぱり連絡もくれないんですよね。